次のブロックは超井戸ブロック、3つ目ですね、うん、ここは無意識で苦手だけれども価値は感じているので、うん、何でも鵜呑みにしたり人任せにしたりしやすい部分で、うん、自分の望みや自己実現に関わります、はい、で暗示される機能かける外交直感というとこで、うん、SEI と SLI です、うん、で体調がちなみに SLI なので、I、こちらにちょっと恥ずかしい部分があるかもしれない、弱くて言われてるっていうのが、はい、あるかもしれない。体調と僕とはまた違うんですもんね、この、まあ、恥ずかしくはないですからね、はい、言われてもごめんなさい、はい、ではいつも新しくて違いのあることを追い求め、うん、物事にとらわれない人々を大いに尊敬し憧れますと、うんうんうん、自分の可能性を信じてくれて自分にしかできない仕事を褒めてくれる人々を慕いますと、うんうん、ポテンシャルを見抜き新しいアイデアを追い求めることができる人たちに憧れがある、うんうんうん、自分の才能や独自の経験、うん、あるいは非凡さを大っぴらにすることは滅多になく、うん、普通の人のように見えることを好むので、うん、他人からは関わりやすい人と思われますと、うん、しかし親密になると自分の独特な個性を明らかにします、うん、個性は人に近づきがたさを与えるということを知っているので、うん、自分の才能や個性を表すことに敏感なのですと、うん、自分の個性が仲の良い人たちに認められ歓迎され促進されることを夢見ていますが、うん、念のため、うん、新しいグループや大きなグループの中では、うん、個性や才能を強調しないようにしている、うん、暗示される NE 外交直感を持つ彼らにとって、うん、自分がどんな才能を持っているかを見分けることは難しく、うん、そのキャリアに関して長期的な目標を立てようとしない人が多いと、うんうん、LSI、ESI と似て自分でなかなか新しいことを始めようとはしませんと、うん、そしてできる限り目立たないように振る舞いますと。ただし LSI、ESI とは違い、うん、自分のポテンシャルを見抜いてほしいと望んでもいますと、うん、体調の師匠筋にあたる方、はいはいはい、で、うん、岸さんという、はい、モンキーフィリップという名古屋で有名なメガネ屋さんをやってる社長、はい、こういうセミナーというか、はい、自己開発的なところではいろんな動画とかコンテンツを出してる人なんですけど、うんうん、なんか今その方との関係が僕にはちょっと見えたんですけど、はい、体調今これを読んでどう思われました？前半部分はよくわかります。いや隠すとか、うん、そうですね、うん、僕がルームエイトと出会った初期の頃を思い出しました、うんうん、自分がこんなことできるっていうアピールはしないですね、はいはい、すごいでしょアピールとかはしない、はい、僕はできないくせにちょっとやっちゃう傾向があるので、うんうん、まあ、そこが僕の中ではエニアグラム3っぽいかなとはちょっとだけあるんですけど、うん、でもそれを認めてもらいたいっていうのはある。あ、自分の能力を だからよくこうみんなで話してたりとかして、はい、そういうのが好きな人いるじゃないですか。自分こんなことできるみたいな。はい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 。僕はそれよりできるって思ってたりするのを見つけてアピールしないからこっちの人の方ができると思われてたりすることはよくある、はい、みたいな。ただまあこの最後の方の、うん、そのなかなか新しいことを始めようとしないっていうのは確かに、うん、でも新しいことをあまり結構やってる感じですもんね。やってる感じ。でも価値が高いと思ってるからやってる可能性もあるかなとは思うんですね。ああ、なるほど。自分の中で新しいことをやらなきゃっていうか、はい、っていうところに価値を感じてるから。もう年ですもんね、はいこの辺はありますよね多分、うんうん、あ、もうやらなきゃしょうがないよねみたいな、うんうん、でこの自認的にも、自認というか自分的にも価値が高いと思ってるわけじゃないですか、はい、超自我の脆弱な機能の人たちは価値が低いと思ってるから、はい、やらないってするかもしれないけど、はい、こっち側の人は価値が高いって感じてるんで、はい、やりたいわけですよねきっとなるほど、はい、新しいこと取り組みたいって思ってるのでチャンスがあればやるみたいな。あとはまあそう、体調がいつも言う、うん、分かってるならやればいいじゃん、うん、みたいなとこですもんね、うんうんうん、で分かっててもできないのが人間じゃんっていうのが僕なんですけどでは次はですね、動員する機能かける外交直感、うん、この動員する機能というのは6番目のところですね。 ESE と LSE、 自分が
カーシー博士だと、はい、ESFJ なので、うん、ESE なんですね、うん、なんでここもちょっと心してかかろうと思ってます、うん、はいはい、動員する機能かける、ここの2つのタイプ、うん、ESE と LSE も外交直感に憧れますと、うんうん、たとえ現時点で実用化できるようなものでなくとも、うん、アイデアや想像力に富んだ人々やそういうものに世界の向こう側で起こっている出来事を結びつけていく人々を高く評価します、うん、自分が今取り組んでいるものをより良いものとするために、うん、洞察や型にはまらない分析を提供してくれる人々はなおのことありがたく思うと、うんうん、SEI と SLI が新しいアイデアそれ自体に憧れるのに対し ESE と LSE はどちらかといえば自分のやっている活動に活かせるようなアイデアを望んでいますだから僕ね、はい、言ってくれる人は大好きなんですよ二等兵さん違いますよでもいいんですよそのアイデアは、うん、欲しいし、うん、リンクでつけておきますが、うんうん、つい最近この山瀬美さんというソシオニクスに詳しい方に IEE と言われ、うん、ピンときたとこもあったので、うん、辞任を IEE としてるんですけど、うん、そういうのやっぱり面白いんですよね楽しいって なる、うん、はいはいはい、でこの活動にも活かせるアイデア、うん、でそういう人々いいなああいう風になりたいなって思う自分もいるので N の人に対して、うん、対してあと自分の自覚では本当 S なんですけどねでなんか、うんうん、N の人ってそうやってやっていく人だと僕は思っていて、はい、でソシオニクスの情報をパッと見て、うん、それをやろうじゃなくて、うん、ちゃんとその役から始める、うんうんうん、元に今やって進められている研究のロシア語のやつを多分訳してるのかなと思ってるんで、まあ、英語かもしれないんですけど情報収集して情報収集して作り上げていく人何か可能性を見てね、うんうん、っていう人を見ると、うん、ああすごいないいなって、うんうん、俺はああいう風じゃないなとは思うんですよ、うんうんうん、ちょっとやっぱり N じゃないんじゃないとはちょっと思ったりはしますけどね、はいはい、次ブロックで言うと、うん、井戸ブロックは、うん、自分の基盤や防衛本能に関わる機能扱いは得意だがそこに対しての自分は価値を感じていないというところです、うん、というところで無視された機能かける外交直感は、うん、IEI と ILI ですと、うん、異なる領域の知識、うん、経験の間で作られる見かけの関連性は理解しますが、うん特別な意味を持っており、うん、神秘的で目に見えない物事の本質を理解する一助となるような目に見えない関連性に焦点を当てたがると、うんまあ、こっちもわかるけど見かけのものもわかるが、うん、もっと深いもの、うん、裏側にあるものみたいなに焦点を当てたがると、うん、与えられた物事や状況に備わっているポテンシャルをたやすく把握できるのですと、うんがそのような評価に浸るのは自制して、うん、発言の根っこにある目に見えない過程を理解することに向かいたがりますと異なる者同士に類似性を発見したり、うん、人のポテンシャルを見抜くのは簡単にできるが、うん、あえて自制しようとしますと、うんうん、この IEI も ILI の人も I ってことは、うん、直感持ちですもんね直感僕ね例えば仕事を振るときとかってあるじゃないですか、はいはい、結構一番初めは、うん、その違う仕事で若干試すか、うん、もう盲目に信じるなんですね、うんうんうん、なんで洞察を見抜くとかじゃないので、うん、直感じゃないんじゃないって S っぽいですよね、はい、そういうの説明さっき出てきましたよねああそう、はい、SEE のとこでね、うんうんはい、そうなんですよ、うん、では最後、はい、証明する機能をかける外交直感、うんEIE と LIE ですと、うん、どんな類のアイデアでもかなり上手に生み出せるが、うん、自分ではそのアイデアを真面目には受け止めておらず、うん、ある種の価値のない娯楽として見ていますと、うん、興味のある分野に無関係なことについての施策に、放蕩する要は遊ぶ、うんうん、よりも自分の想像力とビジョンを
とりわけ自分が何か成し遂げようとしている分野に注ぐ方が、うん、この人にとってはより自然なことですと、うん、IEI と ILI 以上に新しいアイデアを思いついたりポテンシャルを見抜いたりできるが、うん、価値のない娯楽だと思っている、うんうん、むしろ自分の想像力は自分の夢や目標の実現のために使いたがりますと、うんうんうん、これでよくわかんないのが、うん、この自分の夢や目標以外に使うところって何かあります？でも想像力って話ですよね。例えばこの自我ブロックの一番上の人たちは、はい、自分の夢や目標よりもこれを形にすることが楽しいみたいな話じゃないですか。それって夢や目標じゃないの？それを夢や目標といえば夢や目標ですけど、それが形になるかならないかとかっていうよりも工程じゃないですか。形にしようとして研究を繰り返してるみたいな、現実のここが最優先っていうよりは、はい、はい、そっか、うん、工程か、うん、でこの人たちはそんなのは、あ、でこの人たちは、うん、はい、この人たちは、まあ、そこは優先しないんで、はい、自分の価値観とかそういったものを目標、夢や目標を実現することの方が重要だから軽視してるみたいな話ですよね。なるほど、うん、ゆきさんごきげんよう。 ILE だがなるほどだと、うん、仕事とかだと横展開で価値を生み出すよりも深掘りばっかり目を向けちゃう感じかなとしっくりきたと、うんうん、あ、 ILI は ILI は7は無視された機能、うんうんうん、はい、なので外交直感は、まあ、大したことないと。外交直感はうん、そうですね、うん、強いが、うん、自分では大事だと思ってない、うんうん、がその目に見えないところに焦点を当てたがる、うん、内向直感の人です、この人たち。うん、目に見えないところに、はい、探っていくみたいなことじゃないですか。で今仕事だってユキさんおっしゃったじゃないですか、はい、で僕はここで横で見てると、うん、今僕がお願い した仕事があるよねって、うんうん、って思ってそうな感じがしました、うんうんうん、外交感覚そうなんですよ、はい、はい。